書かれている言葉の違い、そして共に読む人の存在。同じ物語でも誘われる世界は全くの別物で、こういう体験をするたびに思うのです。私は本が好きだと。イギリスでのお仕事はとても有意義なものでした。オフの時間を作っていただいて、書店巡りもさせてもらいましたし、海外でも書店に行こうとするなんて少し変でしょうか。いえ、我ながら変わっているのだろうとは思います。単なる趣味の範疇を超えているのかもしれないとも。もしかしたら私の本に対する思いは恋や愛情といったものに近いのかもしれません。大げさですが、そう遠くない表現だと思います。私をさまざまな世界へと連れて行ってくれたのは本たちですから。私の世界が広がった今でもやはり大切なんです。ですから多くの物語がこれからも読まれ語り継がれていってほしいと思います。そして願わくは私の物語もその中にあればとも。本の修復なら司書メイドである私にお任せください。役とはいえ本に関わるお仕事ができるのは嬉しいです。誠心誠意勤めさせていただきますね。